はい、皆さん、バリ島からこんにちは。今日はですね、ウボドに来ていて、今日はちょっとウボドにあるビラに、泊まります。こちらです。タミアンウボドピラというビラなんですけど、これ中身はどうなんだろうね、わからないんですけど、早速入ってみましょう。じゃあこれからピラの方に入りましょう。これは101です。101です。これちょっとこっちです。こっち。はい、これ開けましょうね。どんなビラだろうね。ちょっと入りましょう。ちょっとね、こういうものもあります。これ綺麗な状態です。はい、もっと中の方に入りましょう。お、綺麗です。あそこにちょっとプールがあります。そこにプールがあります。先にプールを見ましょう。これ何これ。そうですね、ここはプールで、そしたら後でちょっと泳ごうと思っています。で、後でここ、泳ぎます。で、ここの方は、キッチンです。ちょっとこちらです。ここで料理することができます。これも、火もつけますね。近くにここ火つけます。お、ちょっと火をつけてみて、で、ここだと、料理できます。ここをね、いろいろお皿とか、まあ、ここは、料理することができます。じゃあここも冷蔵庫があります。で、冷蔵庫の中に確認しましょう。冷蔵庫の中にこういったものがあります。こうアクアとかね、こうビールね、ビンタンビールがあります。で、ここもね、たくさんお菓子があります。ここね、ここで、食べることができます。朝の時に、そこから太陽が出てきて、すごく綺麗です。はい、じゃあ、あとは、部屋の方に、見てみましょう。はい、部屋です。じゃあ、部屋の方に入ってみましょう。綺麗かどうかわからないけど、早速入りましょう。じゃあ部屋はこんな感じです。すごい綺麗ですね。これも、バリ島ですごい人気があります。タオルもね、ここに、タオルが1、2、4あります。あとはここだとテレビもあります。テレビがあります。で、ここで、継承することができます。あとは何があるんだろうね。じゃあちょっとトイレの方に、見てみましょう。トイレはこんな感じです。ここだと、ね、ちょっとトイレとかね、ここだとシャワーできます。はい。あとはここね、洗面所があって、まあ、ここで、顔とか洗うところですね。はい。じゃあまた部屋の方に戻りましょう。はい。皆さん、どうでしょう？いかがですか？これはですね、ウボドにあるビラなんですけど、今日はここに泊まります。これ以外も綺麗なビラがたくさんあります。そうですね、ぜひ、皆さんもね、バリ島に遊びに行ったら、ぜひウボドの方に、泊まってみてください。ここだとね、伝統的な、建物とかたくさんありますし、景色もすごく綺麗ですね。で、ここから、他のところね、他の、観光地に行こうとしたら近いです。これは、ちょっと真ん中の方にあります。では今日のビデオはここまで終わります。またぜひ、次のビデオも見てみてください。では今日はここまで終わります。じゃあまたね。はい、皆さん、どうでしょう？いかがですか？これはですね、ウボドにあるビラなんですけど、今日はここに泊まります。これ以外もたくさん綺麗なビラがたくさんあります。そうですね、ぜひ皆さんもね、バリ島に遊びに行ったら、ぜひウボドの方に、泊まってみてください。ここだとね、伝統的な、
伝統的な、建物とかたくさんありますし、あとも、景色もですね、景色もすごく綺麗ですね。で、ここから、他のところね、他の、観光地に行こうとしたら、近いです。これは、ちょっと真ん中の方にあります。じゃあ、では、今日のビデオはここまで終わります。また、ぜひ、次のビデオも見てみてください。では、今日はここまで終わります。じゃあ、またねー。